今ね、あの YouTube 見てて気がついたんですけどこれあの全盛期の王貞治王選手のねあの構えなんですよで縮こまってるでしょどう見てもで縮こまってこう打ってますよねでこの打ち方を真似して子供の時打ったよでそうすると球やっぱり飛んでったんですねでこれねあの これですねこの,あの脇開いてるよねあの右バッターでいうと右脇だよねだけど背中は縮こまってるねあの丸くしてねで全体的にこう縮こまってるんですねでこれが欠けてんだね今のバッティングってねだからあの落合選手のとやっぱり違うのここだよねで これ正しいんじゃないかなって私ちょっと気が付いたのでんでかっていうとあのー、まあそのね何て言うの早い球にこう合わせていくでその時にこれ小さく縮こまった方がやっぱり球見えるし球の変化についていけるんですよだからこれが今ね バッティングとととしてななないいころじゃないかなと思ったのみんなのねあのジャイアンツの選手見てもねこの縮こまったっていうのがね当時そのまあ,だあの打者としては全然違うけどあの土井なんかもねこういう小さい構えしてたよねだから土井さんねであのね私もこういう小さい構えをなぜかしたんだよね。 そうすると弾に当たったっのねあの弾がよく見えたのだからこれが今ねないところじゃないかなと思ってね僕ねちょっとね思ったんですだからこう動画に今解説してるんですけどうんあのやってみるといいと思う小さい構えね